こんにちは。予防歯科大月デンタルケアのマルリンとやっちゃんです。やっちゃんとマルリンの美呼吸レッスン。肩痛い。なんか首も痛い。口も開いてるしな。最近はスマホを使ったり、それとパソコンを使ったりして姿勢が悪くなってる。なんかいいトレーニング方法ないかな。それなら任せて。まずは肩甲骨周りの動きを良くする。そうすることによって姿勢がまっすぐピンとなります。そうすると自然と口も閉じてお鼻で呼吸しやすくなります。なので今日はこの2つのエクササイズを一緒に行っていきましょう。エクササイズを始める前に一つ注意点があります。これはお口の中の上の歯のところですね。ここに星印があります。ベロの先っこをここにつける。これはベロをスポットに置くと言います。こんな風にお口を閉じている時にもベロが必ずここにあるように、これを意識しながらエクササイズをすると効果10倍になりますので意識して行いましょう。それでは肩甲骨の動きを良くするマッサージをご紹介します。肩甲骨、ここの脇のところをマッサージすることによって動きを良くしていきたいと思います。それではスタート。では右手を上に上げて、左手指3本人差し指、中指、薬指を脇に当てます。位置が少し後ろの方、肩甲骨が触れるようなところに押し当てて、ここから腕を10回後ろに回します。それでは行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一度手を上に上げて、次は指1本分下に指を下げて、また押しながらその場で10回腕を回していきます。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回。最後にさらにもっと下ですね、指を肩甲骨の終わりぐらいのところに差し込んで、ここもまた10回回していきます。では始めましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。肩甲骨周りがだいぶこう柔らかくほぐれて血流が良くなってきたかと思います。では反対側も行っていきましょう。左手を上に上げて、右手のまた同じ指3本分ですね、脇の後ろの方ですね、肩甲骨触れるところに差し込んで10回回していきましょう。それでは始めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では指を1本分下に下げて、また押し当てながら10回回します。それでは行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では最後です。さらに一番下肩甲骨のところを押し当てて10回いきます。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
8、9、10。お疲れ様でした。体を戻してちょっと姿勢を良くしてみてください。肩甲骨が後ろに引いて肩がストーンと下に落ちたような姿勢になるかと思います。肩甲骨が動きやすくなることによって呼吸しやすい姿勢が維持されます。次は丸まった肩を元に戻して姿勢を正すエクササイズをします。デコルテラインも綺麗になります。それではタオルの準備をお願いします。まずタオルの両端を持って手を上に上げます。頭の後ろにタオルを下ろしていきます。肩甲骨を寄せるようなイメージで下ろして、下ろしきったら上に上げていきます。この動きで一つのエクササイズです。もしタオルがこう短く感じたり肩が痛いなと感じる方は、タオルを対角線上に持って引っ張っていただくと長く使えます。これでも短く感じる方はバスタオルや大きめのタオルを用意して行ってみてください。では一緒に10回エクササイズを行っていきましょう。タオルの両端を持って頭の上からスタートします。では行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり体を元に戻してタオルを置いて手を横に広げてみてください。胸が少し開いて肩甲骨も少し寄って正しい姿勢になったかと思います。体に負荷をかけても口を開けずにお鼻で呼吸することに慣れるエクササイズを行っていきます。まずは姿勢を正します。手を鼻の上にセットします。親指と人差し指です。鼻から息を吸って息をしっかり吐き切ります。息を吐き切ったところで鼻をつまんでその場で歩き回ります。息が苦しくなるまで歩きましょう。苦しくなったところで手を離し、鼻から吸って鼻から吐いて、鼻から吸って鼻から吐いて、呼吸が落ち着くまでしっかり鼻のみで息をしていきましょう。日常生活でも階段を上った後など少し息が上がった際には、今日行ったエクササイズのように鼻から吸って鼻から吐く、なるべく口を開けないようにトレーニングしていきましょう。はい、今日ご紹介した肩甲骨のところに指を3本入れてぐるぐる回すの、ちょっと痛いです。でもちょっと痛いぐらいだと動きがとても良くなるので、少し頑張ってやってみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。その他大月デンタルケアのインスタも行っていますので、概要欄からフォローお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴